足利富士氏は、戦国時代の武将、足利氏の一門、足利春氏の子。古学坊として擁立され、関白、この江崎久にもその地位を承認されているが、現代においては、歴代久坊には数えない。第四代古学坊である、足利春氏の長男として生まれる。母は、柳田高助の娘、室町幕府十三代将軍の足利義富士から、 変気を与えられており、将来は、京都の室町幕府からも認められた時代の古学坊となるはずであった。ところが、父春氏は、後添えの性質として、北条氏綱の娘、吉春院を迎えていたが、氏綱の後を継いだ、北条氏康との関係が次第に悪化。春氏は、関東管領の上杉憲政や上杉智之らと同盟して、 北条氏と対抗するも、天文15年の川越野戦で大敗した。宇治安は、晴れ氏を引退させ、いぼい妹である吉原院の息子で、北条の血を受けた足利義氏を、小学坊とした。小学坊への道を絶たれた藤氏はこれに反発し、工事3年に挙兵して、小御所奪還を試みるが失敗。春氏は、栗橋城に遊兵され、藤氏も追放された。 それでも、安房の里見義隆を頼って、再起の機会を伺い、これに従う柳田聖介らが越後に滞在中の、上杉の政と牽制を引越していた長尾影虎に救援を依頼した。永六四年、影虎はついに関東へ出兵。富士市救援という名目だけでなく、関東管連の上杉の政、関白のこの絵先久を要し、大義名分を十分に得た軍勢は、 関東の諸豪族の応援で十万余にまで膨れ上がった。小田原城ら諸城に籠城する北条法を攻めきれなかったものの、富士は吉氏を放築して小賀御所の奪還に成功した。上杉憲政に代わって関東管令の本来の職務である小賀久保擁立に成功した長尾景虎は上杉憲政から上杉の家督と関東管令の地位を譲られた。 植杉謙信は、植杉憲政、この江崎ひさらと測り、吉氏の古学坊就任を完全に否定し、関白、関東管領の名において、富士市を足利波氏の後継として、正式に古学坊として任命することを決定した。これを、佐竹氏、里見氏ら、藩北条氏の関東諸大名も受け入れたため、数年の間、足利富士氏は、正当な古学坊となったのである。 だが、謙信が、富士市を残し、越後に帰国すると、直ちに、北条氏は、反撃を開始し、その年の10月には古川を攻撃したので、富士市は、里見氏家臣の多賀神家が治めるカ佐池和田城へ逃れた。以後、古川をめぐって、上杉と、北条は争奪戦を繰り広げ、富士市も上杉方の代表として、古川に入ったり、カ佐に脱出したりを繰り返した。だが、 A65 年に、北条軍が、小賀御所を攻略した際に、富士市は、捕虜となって、小田原に送られた。その後、富士市の身柄は、相模、伊豆といった、北条領内を転々としたとされるが、A69 年以降はその消息が不明である。北条氏康安によって暗殺されたとも言われている。足利富士市を失ったことにより、上杉謙信の関東経営は大打撃を受け、後に、 北条氏との同盟締結をもって、小学坊である足利義氏を、謙信は、正式に認めざるを得なくなる。一方で、富士氏の弟の富士生、輝き氏、過酷が、小学坊の再興を目指し活動した形跡も、確認されているが、その影響力は、微々たるものであり、天正年間を境に、その活動は見られなくなる。ありがとうございます。